この間購入した富士緑ですね。胸肉と、あとは卵。これを使ってね、常備菜を作っていきます。こちらフードコートの新商品ですね。2022年版のメロンスムージー260円です。ここ2、3年欠かさず毎年出てる味なんですけど、今年もぼちぼち新しいスムージーに変わっていいタイミングなんでね、変わる前にちょっと、うまい。コストコのフードコートのスムージー結構コンスタントに新しい味出てくるんですけど、色がね結構似てるんですよね。薄い白とかベージュっぽい。このメロンスムージーは遠くから見てもね、あ、メロンだってわかるぐらいバキッとした色をしてるんで、うん、ベスト3に入るぐらい好きなスムージーですね。今年版も美味しいです。甘ったるくなくて、ほんとね、後味すっきりさっぱりなんですよね。何か酸味的な要素のフルーツももしかしたら入ってるのかもしれないですけど、すごいね、飲みやすいです。うまい。で、特にこれからの時期なんかは、フードコートでスムージー買うと、こういったね、タンブラーに移し替えることをお勧めします。ちょっと中にね、氷入れてくるの忘れたんですけど、氷を入れておくと、1時間以上は、シャリシャリのまんま持ちますね。なので遠方からコストコに買い物行くよって方は、帰りがけにねフードコートでスムージー買ってタンブラーに速攻で移し替えてっていう風にやると、最後まで、美味しく飲めますんで。これがこのねプラスチックのカップのまんまやっちゃうと、もうね5分10分経ってる間にだんだん分離してきてね、美味しくなくなっちゃうんで、通年通してですけど、こういったタンブラーとフードコートのドリンク系の商品はね、相性がいいので、ぜひ準備しておいてください。うん、これでね焦って飲み干さなくてよくなります。で、久々にマルゲリータのピザですね。うん、うまい。うん、前マルゲリータのピザ買った時、生地がねびっくりするぐらいぺったんこだったんですけど、今回のはちゃんと膨らんでますね。うん、でフードコートのピザってちょいちょいねラインナップ変わるんですよね。マルゲリータない時とかもあるので、今日ね珍しく昼過ぎあたりに来てるんですけど、レジ前混雑ゼロで、マジで今日はねお客さん少なめで買い物しやすかったですね。うん、だいたい平日でもこの時間帯は結構多いんですけど、今日のピザはかなりコンディションがいいです。うん、ということでコストコフードコートのね520円ランチでした。スムージーうまっ。ということで、ここからがね、今日の本題なんですけど、この間購入した富士緑ですね。胸肉と、あとは卵。これを使ってね、常備菜を作っていきます。今の時刻が2時半過ぎなんですけど、今日はね、夕方以降、ダンスのレッスンが1本あるんで、それまでにパッと仕込み終わらせてっていう感じでやっていきます。はい。Thank you.
こんな感じでね、富士緑開封後、下処理終わりました。まだ味付けてないんですけど、まず開封したらドリップ拭き取って、胸肉から皮を剥いて、その後に、こっちのね、胸肉に残った脂肪だったり筋だったり、気になるところをちょちょっとトリミングして、こんな感じで、味付け前の下準備完了という感じですね。皮も美味しいので、しっかりこれもドリップ水分拭き取ってまとめて冷凍ストックするようにしてます。で、溜まったら何か料理で使うみたいな感じですね。このままグツグツやって血を抽出するっていう使い方もあるんですけど、一応食材としてストックするようにしてます。今回の鶏ハムも味はこちらステーキシーズニングでやっておきます。こんな感じで鶏ハムの仕込み完了です。あとは低温調理器で1時間ほったらかし。ちょっとね、今回使ってる鍋が小さくて浅くて、全部は入れることができなかったので、これはまたちょっと時間見つけて今日の夜か明日やっておこうかなと思います。鶏ハムに関してはあと1時間まではね完成するんで、時間になったら引き上げて、流水で粗熱を取るっていう、それぐらいですね。卵はもう特に言うことないんですけど、半熟煮卵をするんで、何個かね、選んで、何個でしょう、7、7個。ホタテ。ホタテじゃねえわ。鶏ハム。じゃあ今日のご飯とハムって言います。漬け汁はめんつゆと昆布つゆメインに
単に済ませます。この昆布つゆがね結構味が強いので、あとは水、という感じでね、あとはこれを冷蔵庫で休ませて、半日くらいして食べるっていう感じになります。でね、7個茹でたけど2個剥くときにミスって、これはねちょっと茹でてるときに割れちゃったやつだったりね、7個全部仕込みたかったんですけど、こういうこともありますので、多めに茹でておくっていうのはやっておいた方がいいのかなと思います。で、鶏ハムの方もあと30分ぐらい仕上がりの時間があるので、この間に次男回収したりだとか、いろいろね片付けておこうかなと思います。はい、これで冷やしておきます。ということで、今回作った常備菜はこんな感じですね。まずハムから。うん、うまっ。この鶏ハムは切り方によって結構ね、食べ応え変わってきますので、最初はひたすらね薄切りにしてたんですけど、最近はこのねコロッと四角に切ることが多くて、サラダなんかに入れる場合はこっちの方がねなんかね食べ応えがあって、うん、子供たちもねこっちの方が一口で口の中に入ったりするんで、うん、まあ、味は一緒なんですけど美味しいです。煮卵はね、こんな感じです、うん、ま、鶏ハムはね、このまんま食べれるぐらいの味の強さなんですけど、お好みのね、タレで食べてってやるとご飯のおかずにもね、結構なります。鶏ハムの低温調理、いろいろ方法あるけど、やっぱ低温調理器があるとまあ楽ですね。うん、1台用意しとくと結構便利かなと思います。鶏ハム自作するともうコンビニで売ってるやつ絶対食べれなくなるんで、しかもね安く作れるんですよね。かなり安く作れるので、コンスタントに自作してればね全然回収できますんで、ぜひ
ひ試してみてください。マジうまい。うん。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ってきたものの紹介や今回みたいに、まあ、簡単なものですけど作ってね、その作り方だったりおすすめの食べ方紹介してますので、よければチャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。